そうなんだよね、うん、で矢作は何なんどうしたら、うん、あのほらクロアチアで、あ、俺クロアチア行ってきたよ。撮られてない、それそっちは。ん、撮られてないの。何撮られて、怖いけど。ん、写真よ写真。お、写真は全然撮られてないよ。怖い、お、大丈夫、怖くない。だってクロアチアでしょ、うん、それも なんかなんだっけ、理由なんだっけ、クロアチアが選んだ理由。ジブリ関係だよね、確か。好きですもん、ね、なんだっけ、ジブリ好きでモデルになった場所なんだ、ね、舞台になったんだっけ、そこの場所って。魔女宅急便だっけ、あれ。いや、なんかそういうふうに紅の豚言われてるのかな。知らないけど、だって魔女の宅急便好きだもんね、ジブリが、ね、ジブリ好きだから。どれぐらい前の話なのよ、だって魔女の宅急便で大好きだもんね。でもそこの舞台になったから見に行きたいっていうことでしょ。ジブリとゴキブリが一番嫌いだったんだよ。ブリ、二大ブリなんだよ。ブリね、二大ブリなんだよ。いや、じゃあよ、じゃあそんな嫌いな人が、うん、そこ行くわけないじゃん。いや、だから絶対じゃ連れがいたってことじゃん。それはたまたまそのジブリっていうのは後からそのクロアチア行くって決めた後に人に話したら、うん、ああクロアチアっていいですよねって、ドゥブロブニクって場所があるんだけど、うん、まあクロアチアってもほらカズのいたザグレブとか、はいはい、あるよね、そのそこが一番あれ首都とか、ね、うんうんうん、あるけど、もうクロアチア行くっていうと大体みんなを知ってる人はね、うん、あ、ドゥブロブニクだなと思うわけよ。ドゥブロニルク。ドゥブロブニク。ブニク。それは何、それが、その舞台になったのかな、魔女宅急便とか。わかんない。多分そうだね。わかんないからね。いや、わかんないけど。いや、それを、ドゥブロブニクに行くって言ったら、うん、その、詳しい人は、あ、なんかあそこって、そのジブリの舞台になったところらしいですね、とか、これだと。言われたことがあるよっていうのを一応伝えただけで、俺は全く興味ないから。うん、でもその場所は行ったんでしょ？場所っていうか、場所じゃないの、そこって。そこ、うん、ドゥブロブニクっても、いわゆる港町よ。もうさ、港町って、なんかナポリとかさ、はいはい、ニースの方とか、もう写真で見るやつだ。もうクロアチアと言ったら、そうそうそう、オレンジの屋根のさ、オレンジの、うん、もう世界遺産になってるとこね、あの海と、そうそう、ね、だから城壁があって、はいはいはい、うん、それそれ、はい、そこ、あ、だから全然好きじゃないけど見た感じ、あ、ハリウッドの白っぽいなと思った。ジブリ、ジブリ、ジブリだね、それね、完全にね。ジブリなの、ハリウッドの白。ジブリ、ジブリ。ジブリっていうか、まあ、宮崎駿。俺ルパンだって思ってるから。いやいやいや、あれジブリですけど、うん、すごいいいなぁと思ったけど。へぇ、うん、それぐらい。いや、でも俺はそんだって好きじゃないのに、クロアチア好きじゃないっていうか、もう行くとこがないの、ね、ヨーロッパ。でもなんか一人で行くのも怪しい場所じゃない、だって今までなんか、結構一人旅好きだからね。パリ、ニューヨークだっけ行ったの、パリとかニューヨーク行ったよね。パリも一人、パリは一人で行ってことあるよ。一人行ったよね。うん。行ったことがあるってことは、なんだっけ。え、なんか二人で行ったこともあるの？違う違う、パリは、まあ、一回ね、パリは、なんだろう。一人で行って。え？どんな話出したの、それ。ふが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 してますね。え？いや、それは一人で行って、今思い出したら、パリは、やっぱパリで住んでる、まあ、友達がね。友達、まあ、女ね。うん。いて、で、まあ、それで会ったことあるよね。まあまあ呼び出してでしょ、一緒にね、うん、そういう過去もあったよね。あったあった、うん、それあったあった、うん、で去年はイタリアね、夏イタリア行ったんだっけ。去年、去年はイタリア、どこ、夏休みに。そうだよ、フィレンツェ。それ一人、フィレンツェ一人、一人だった。そうだよ、俺はほらフィレンツェとか、フィレンツェか、ピサのシャトーとか、ああいうの一人で見に行っちゃう人だから。確かにそこは女性はあんまり興味ないもんね。いや、興味あるでしょ、イタリアは。いや、ジブリでしょ、女性は。え、女性はジブリじゃない。女性ってのはジブリ好きなの？ジブリしか興味ないよ。女性。女ってのはジブリ好きなの？いやいや、大好き大好き。あ、知らない。知らない。そうなの？何そのとぼけた顔。え、女の人ってそうなの？え、女の人ってそうだよ。え？だから今回だから。沈黙シリーズだろ、女が好きなの。違う。やはりだけだよ。沈黙シリーズだろ。女が好きなの、スティーブン・セガール。スティーブン・セガール好きじゃないよ。一番好きじゃない。いやいや、一人で一人。いや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 、怪しいじゃん。ジブリのとそんな場所に行くのって。日本でも結構あんの、そういうジブリの、モデルになった街とか、なんか場所がね。そういうところって本当に女性が多いのよ。へぇ、だからそういうのって、うん、男だけで行くとか、男一人なんてまずありえないから。いや、まず俺は、うん、例えばじゃあ仮に彼女とか奥さんが、うん、ね、将来的にジブリの舞台を見に行きたいから、はいはい、そこにしようって言われても絶対断る、マジで。マジで断る。それは絶対ない。マジで。そのジブリを女のチョイスで、なんかそのジブリ見たいっていうチョイスで海外絶対選ばない、う
はあはあ、俺はボバンが好きだからっていうのもあるし、ボバン、ボバン、クロアチアのびっくりした、ボバンって言われて今なんで俺聞いたことあるんだろうって今思って、ボバン、サッカー選手ボバン、10番ね、10番ね、うん、AC ミランに所属してた、ボバン、クロアチア代表、俺ボバン好きだったじゃん、ボバン、確かにボバンは俺も好きだったしね、うん、そうでしょ、うん、うん、だけどそこ、その場所関係ないじゃん、ボバンは、まああんま関係ないかな、うん、うん、だから行ったんじゃないの、そこは一緒に、いやいや行かないよ、なんか怪しいんだよ、クロアチアっていうとこが、なんかリゾートのイメージあるんだよね、だって行くとこがないんだ、カップルが行ってるイメージがある、だから周りがニースとか、ナポリとか、うん、本当そういうのと一緒だから、ただの、まあ、熱海だから、熱海って一人でいるでしょ、熱海一人かい、だいたい女とね、熱海は、あ、そう、女じゃないかな、熱海は女か男よ、一人で回るとこじゃないもん、絶対クロアチアなんて、いやもうゆっくりしてさ、うん、あ、でも何してきたのじゃあ、現地の女と、まあちょっと現地の女、はい、現地のクロアチアってすごいいい女多いの、多い、おっぱい大きいんだよね、うん、そうそうそう、でもすごいの、うん、やっぱ東ヨーロッパって綺麗な人のイメージあるでしょ、うん、クロアチア綺麗、一人で行ってやっぱり現地の女は、まあでも3日しかいなかったけど、割には2人は抱いてたかな、2人行けた、さすがだ、びしょびしょにしてきたの、そうそうそう、それはもうやってきて、びしょびしょに、本当相当言ってたよ、びしょびしょってまず日本語教えてきたしあれそうだよね、日本の観光客から覚えてくるからね、外国人のなんかよく日本語ってね、そうそうそう、でクロアチア行ったらびしょびしょって言ったやつは矢作が大胆なんだ、そうだあ、そう、任しててくださいよ、本当にちゃんとお前も抜かりなくやってんの、俺は、うん、そうやって、で、うん、昼間は一人で大体いろいろ、もうビーチとか行って、あ、ビーチっていうビーチはあんまないんだけど、ちょっとね、あんま砂浜がないのよ、ちょっと岩場なの、岩場のとこで無理やりなんか、岩場なんだ、焼いてんのよ、現地のギャルが、おうおうおう、そこで調達して、そう、はあ、うん、へえ、すごいよ、面白かったよ、面白いね、うん。